当時ですね、引っ越しをして新居を構える、新居を構えたので、それの時ですね、教室業を本格的にですね、授業をやっていきたいなというふうに思いました。でそれに伴ってホームページを自分で更新できるホームページを作ってみたいと思いました。先生の信、コンサルの信頼のポイントなんですけれども、まずは幅広い知識とですね、温かい心で、どんな相手の方にもですね、いろいろその方の性格とかに合わせて、的確な言葉で話してくれるというところですね。あとですね、セミナーもとても分かりやすかったのと、ですね、あとパーティーとかある後にみんなでこう懇親会みたいな感じでやるんですけれども、その時にですね、先生もたくさんお酒を楽しんで、その飾らない姿とかですね、そこも人間味があって私はとても好きなところです。であとですね、先生は有言実行を必ず守る、有言実行される方なんですね。なので、本をいついつまでに出版すると言ったらいついつまでに出版されたりですとか、あとですね、これからサックス始めるよっていうことで、多分1回目みんなの前で披露してくれた時にはまだ3ヶ月とか4ヶ月とかなんですかね、そのぐらいの、期間でもう曲を完成させて、みんなの前で披露してくださった時には本当に胸が熱くなりましたし、とても感動しました。あとですね、先生のコンサルを受けようと思ったきっかけなんですけれども、その時ですね、苦手だった SNS 集客の講座を受けました。でその後すごい SNS は良かったので文章講座を受けました。そしたらとても分かりやすく説明してくださったので、このですね、先生にお願いしようと思いました。今年2019年の私の大きな目標はですね、企業様とコラボしていろいろやってみたいな、企業様とか個人様とかですね、いろいろやってみたいなと思ってました。結果ですね、4社の企業様とコラボができて、都内でレッスンさせていただいたりですとか、あとカフェでですね、レッスンさせていただいたりとかあったんですね。であと、4名の個人様と、お仕事をさせていただいて、六本木でですね、イベントを開かせてもらったりとか、とてもいい経験をさせていただきました。やっぱり、先生がいつも私が想像していないようなことをチャレンジされるので、私自身もいろいろやってみたくなるんですね。なのでもし考えていることはあるんだけれども、なかなか行動に移せないという方がいらっしゃったら、先生がきっとポンと背中を押して、くださると思いますので、ですね、勇気としてくださって、的確なですね、アドバイスをいただけると思います。